六代目、桂文ラは、日本の落語家、タレント、司会者、情報落語の名跡、桂文ラの東大。本名、河村静也、吉本工業所属。社団法人情報落語協会第六代会長で、会長退任後は、平会員を経て2020年6月に、特別顧問に就任。師匠は三代目、桂ツラ将軍上田五代目、桂文ラ 一般的に、情報落語の世界では、単に、六代目といえば、もっぱら六代目正復定昇格を指すため、六代カツラ、踏み絵としている。現在、同一司会者による、トーク番組の最長放送世界記録保持者として、記録更新中。大阪府大阪市大正区で生まれ育ち、約50年間大阪府池田市在住。出早は、西え時代、おそけ。 気仙崩しから、のきすだれを使用。六代目踏み絵襲名に際して、本調子、中の前に変えた。定番ギャグはいらっしゃい。大阪市立北岡島小学校、大阪市立一岡中学校、大阪市立一岡商業高等学校卒業。中学では、西川清の姉と同級生で、高校では、列郷昇士と二代目、桂春町の下級生で、当時から付き合いがあった。 同校卒業後、関西大学小学部、第二部小学科に進学したが、後に中退。吉本工業のほか、個人事務所として、三遊事務所に席を置いている。上記の肩書きのほか、財団法人池田、市民文化振興財団名誉理事、一般社団法人大阪明る、クラブキャプテン。函館大学小学部、関西大学文学部で、客員教授を務める。また、 堺市、淡路島の名誉大使も務める。2020年、公益財団法人東京オリンピックパラリンピック、競技大会組織委員会文化、教育委員会委員。2012年に、桂文ラを襲名するまで45年にわたり、桂三氏名義で活動し、弟子や吉本の後輩芸人からは、サエ師匠と呼ばれ、愛称は、サニー、サンちゃんだった。 2015年7月2日、新婚さんいらっしゃい。で、同一司会者によるトーク番組の最長放送として、ギネス世界記録に認定された。創作落語を自作自演する作家活動も長く続けており、作品数は2020年で300本になった。他の落語家によって演じられるようになった演目も多い。いらっしゃい。およよ、しっかりと。のギャグが有名である。 およよについては、小林信彦から辞書、およよシリーズからの盗用であると抗議され、使用をやめた上で謝罪することとなった。しかし、三種のおよよは、俳優、大河内伝次郎のモノマネから派生したものであり、小林の主張は誤解だった。関西大学では一時期、卓球部に在籍した。その後、小学部2年時に、関西大学落語研究会、落語大学が創設。 直後に、勧誘を受けて加入した。タレントとして、早くから頭角を表す一方で、本業の落語の評価は高くなかったが、三遊テーマかだけの新作落語にヒントを得て、古典ではなく、新作にウェイトを置くようになると、落語での評価は急上昇していった。これは古典をほとんどやっていない早い時期に、司会者やタレントで人気が出始めたため、 師匠にしっかり稽古をつけてもらえなかったこと、本来の情報落語の世界に出てくる大阪言葉に馴染めなかったことなどが理由とされている。なお、この自作については、更新落語家に語り継がれることを前提としているため、新作落語とは呼ばせず、あえて創作落語と呼ぶ。立川男子は、ただの若手の人気者だと思っていたが、新作落語で奥義を極めたと評している。 テレビ番組でおなじみのあっち向いて、ほい。触って触って何でしょうや、叩いて、かぶって、じゃんけんぽんなどを考案した。子供の頃からオリジナルのゲームや遊びを考案するのが好きで、それが三子の関係するクイズ番組などに活かされている。また、この持ち前の発想力が創作落語を作る際の原動力となっている。大平三郎、赤さ三馬、ま。 松本人志など、後輩芸人からモノマネされることがある。また、関根勤とのかつての芸名、ラビット、関根や池の目だが、セーラーズの名付け親でもある。他にも、ヤング王、王に出ていた頃共演していた後輩に名前をつけている。多趣味で、かつては芸能人仲間で、ボーリング部を立ち上げたこともあった。踏み襲名後はブログをほぼ毎日更新している。 趣味は、ウクレレ、絵画を描くことである。また、加山雄三のファンであり、その影響で、小型船舶操縦士を取得している。ただし、自動車の運転免許証は持っていない。2010年8月頃、リカンベントの自転車を購入、淀川の河川敷をよく走っている。吉本工業のプロフィールにも、リカンベントを趣味として記載している。また、坂本龍馬のファンであり、 自身のブログで話題にすることが多い。また福原愛との共演がきっかけで、卓球もする。河村家の先祖は、武家の出で、菩提寺は、岐阜県元寿市、文殊の前衛寺にある。祖父、静守は、日露戦争の法典改善に兵卒として参加し、除隊後にその功績で得た、禁止勲章の年金を元手に、大阪で薬問屋を開業。生後11ヶ月で、 野村銀行の銀行員だった父、製造は戦地に赴く前に、陸軍病院にて、肺結核で死去。母は、その後、息子を引き渡して離縁するようにという河村家の話を拒否して出奔し、大正区に隠れ住む。1950年のジェーン台風と、翌1951年の火事で、大正区、港区在住時代の自宅が全損したため、 幼い頃の写真は数えるほどしか残っていない。市岡商業高校では演劇部に入部。先輩の直井い正に触発され、同級生と共に ABC ラジオの漫才教室に出演して、賞金を稼ぎ、早くも大阪では名の知れた存在になった。関西大学や幹部時代には三代目、桂米朝落語を聞いたことで興味を持つ。百六十四年に、 創設間もないお知見に一期生として入部、ロマンチックをもじった、ロマンティンチックの芸名で、アマチュア落語家として活動する。関西大学や幹部在学中の1966年に、早稲田大学の落語研究会にいた、都科西北が6代目、三遊亭炎章に、弟子入りする話を聞いて、自身も落語家になることを夢見る。ある日、番組出演などで知り合った、藤安市民に、 桂ツラ・上田の弟子になりたいことを打ち明ける。たまたま同じ場所に居合わせた高校先輩の二代目、桂春ラ・に、これから小文枝師匠と小稽古行くさついてくるか、どうやと言われて堂々し、弟子入り手願をする。大学ではいややと小文枝から断られたが、藤がすべて責任を持つという形で弟子入りが許される。その時、母には、 建設会社の人事課長と偽って紹介するなど、入門までには、右与曲折があった。二代目、桂春長は、高校の二年先輩で二代目、桂春長の妹が文江と同じクラスであった。正式な入門は、同年12月1日で、道頓堀角座で、初舞台を踏み、吉本では、同月に、京都下月で、初舞台を踏む。1967年秋、 MBS ラジオの深夜放送のオーディションに参加。マカロニウェスタン映画を題材にした新作落語を披露し、ディレクターの渡辺和夫の目に留まり、出演が決定する。その番組とは、歌え、MBS ヤングタウンであった。この番組で三子は、自ら考えた、一人ぼっちでいる時のあなたに、ロマンチックな明かりを灯す、便所上の電球みたいなカツ三子ですの。 キャッチフレーズや、およよ、いらっしゃい、ありぃ。などのギャグで、一躍大人気となる。三子は放送タレントの世界に入るにあたって、西条凡司のセンスと、花菱あちゃこの雰囲気、そして藤山ひろみの、魔王目標とし、とりわけ凡司の和芸に傾倒した。そしてギャグは、友野純三郎の、アジャパーや、初代内会突破の、巨、など、 ブレークしたギャグの多くが驚き語であったことをヒントに一番最初に出る言葉にインパクトを出そうと取り組んだ結果であった。その後はテレビのバラエティ番組ギャングを、おパンチでデート、新婚さんいらっしゃい、などの司会を務め全国区の人気者となり売れっ子となった。また、将軍映画一門の中でもテレビ番組への出演が最も多かった弟子でもある。 ラジオ大阪のシニア放送、ヒットでヒット、バチョンと行こう。似て、下足らずの甘えた声で三子の担当日のアシスタントを務めて共演したタレントの高橋真由美と番組、終了後に結婚し、一難一女を設ける。テレビ番組で、挙式した時の写真を披露したことがある。長男は、三遊事務所の社員である。1990年代前半までは、 長者番付関西芸能人ランキング主位を保ち続けた。21世紀になってからはダウンタウンなど、更新の台頭に加え、上沼恵美子や屋敷高人が、テレビ司会者として活躍するなど、お笑い界や情報芸能界の変化もあって、テレビタレントとしての勢いはやや落ち着いたものとなり、その後は落語家としての活動を中心に据えるようになった。 1995年の参議院議員選挙に出馬を決意して記者会見まで開いたが、告示直前に事務所と家族が反対し、結局は断念した。2009年1月1日、産経新聞が12月31日の関係者情報として、時期は未定だが桂ツ派の由緒ある名跡で師匠の名、六代目桂ツ文フの襲名が予定されていると報じたが、 その時点では否定していた。2011年7月11日、師匠の名を継いで、桂文ラを六代目として襲名することを正式に発表。なお、当時は、タレントや落語作家としては、今後も、桂三氏名義を使用する意向だったが、後に考えを改めて、桂文ラ名義に統一することとなった。2012年7月16日に、 桂文江を正式に襲名し、当日のナンバーグランド花月にて、六代目、桂文江就襲名披露公演を行った。同年7月22日放送分より、新婚さんの出演名義も、桂文江に改名した。2012年5月に、日本経済新聞に、私の履歴書を執筆する。2016年12月4日、堺氏名誉大使に就任。 21世紀からは、テレビ出演を抑え、本業の寄せ、独演会や情報落語協会会長としての業務に注力している。2006年元旦に、商店の新春特番、大商店に、ヤング王、王、時代の共演者である月亭八宝らを引き連れて出演。その際、商店メンバーからは、会長王と呼ばれていた。二千十八年四月、 情報落語協会会長を退任する意向を表明。公認に、小福亭仁志里氏が選出され、5月31日の理事会をもって会長職を退任した。退任に際して、情報落語協会最高顧問等の役職を誇示し、神戸新海地記楽館の名誉館長に就任。2020年6月、情報落語協会特別顧問に就任。 2020年6月16日、大阪の人、関西の人いらっしゃい。キャンペーン大使に就任。キャンペーンの目的は、新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営状況が続く、府内観光事業者への支援。大阪府庁の大阪府公館で行われた、概要説明会に、吉村博文大阪府知事、松井一郎大阪市長と共に出席し、 コロナと一緒に過ごしたいとは思わないけど、ワクチンや治療薬ができるまでは仕方ない。志村健さんもコロナで亡くなって、葬式もできない。辛い寂しい思いした。コロナの中で、大阪人らしくたくましく落ち込まずに頑張っていきたいと、語った。2019年3月に、長年の愛人であると報道された元歌手の紫園が孤独し。2019年8月に、桂光也。 同年11月には、桂三金と子さんの弟子が死去。2021年1月下旬に母、妻、真由美と相次いで死別。結密菓子は、桂文江一門の縄文であるが、代々文江は、文江門を開門として併用。落語の弟子の芸名には、自らの前名である、三氏にちなみ、三という風に、三がついている。また、 落語以外での弟子としては、フジテレビのタモリのボキャブラ天国に出演していた漫談の関鉄や吉本新喜劇に所属している中条健一、漫才師か、罪さゆりのさゆり、ラジオ DJ の DJ ジローらがいる。中条は、大学も所属サークルも三子の後輩であり、大学時代の芸名は、ロマンティー、リョミオであった。1974年頃、 二代目快楽亭ブラックが立川男子に最初の波紋を出された際、一時だがぐさえ草門下となっている。男子はこの件で三子に感謝していたとされる。詳しくは、文江一門。他、2012年7月現在で220以上の創作を残す。また、前座時代に講座にかけた古典落語はなど多数あり。他に、桂ラ文くれないの作った。 新作落語にテレビ葬式がある。ありがとうございます。